い、マメです。皆さん、ハワイ来たことある人一回は見たことあると思います。夜の帝王、僕ね、帝王になりたい、夜の帝王になりたいなって毎日思いながら歩いてるんですよ、街を。ハワイってびっくりした。夜の帝王なれるとこあるやんと思って、夜の帝王になれるんで、ここ夜の帝王になっていきたいと思います。内容はサムネとタイトル通りです。これちょっとね、さすがに許可得たいなと思うんで。ちょっと最高、おいしい、最高、最高、夜の最高、おいしい、最高、おいしい、最高、おいしい。そういうとこらしいです。はい、もう説明いらないですね。皆まで言わん。はい、そういうことで、タッチオッケー、キスオッケーいうことで、撮影許可、行ってきます、とりあえずね。行けたらいいなと思うんで、行ってきますね。イエーイ。なんか友達できた。8時オープンで待ってたら友達できた。What's your name? Rastafari. What's your name? Rootsy boy man. Rootsy. 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 Rootsy と一緒にね、行きたいと思います。何言ってるか分からんけど、すごい、多分空いてるし、多分撮影も OK みたいな感じなんで、いやこれみんな気になるところだと思うんですよ。その辺のチラシにいっぱいあるんで、床とかにもいっぱい落ちてるんで、すごい気になるんで、ちょっと潜入しますね。イエーイ、友達と一緒に。はい、ということで、ちょっとね、軽く説明してもらったんですよ。まさかの経営者の人が日本語喋れて、いろいろ説明してもらいました。まずね、もうこれ18歳以上誰でも入れます。25ドル、2ドリンク付き、時間制限なし、一切通過料金なし、夜の遊び情報は全て夜の帝王にお任せ。はい、って書いてますね。ワイキキ唯一のストリップショークラブ、政府公認、日本人経営。あ、これね、案件じゃないんですよ、本当にガチで。昨日ほんまに撮影させてもらっていいですかって言って、インスタでやり取りしてて撮影させてもらったっていう感じで、とりあえず入ってみたいと思います。なんかワイキキで唯一ここらしくて、なんでなんかもう日本人経営の人ってぼったくりとかそういうのも一切ないはずなんで、安心していいと思います。ちょっと行ってみます、潜入します。ハロー、インスタです。なるほどね、なるほどね、なるほど、素晴らしいですね。とりあえず入ってみたいと思います。すごいところが広がってます。
はい、お疲れでした。すごいわ、やばい、やばいの一言でした。いろんな国で経験してるとかそういうことを言ったらちょっと誤解があると思うんですけど、世界中行く中で一番安心できて久しぶりの金髪美女というか、すごく刺激的でありました。はい、昨日マジで撮影させてくださいって言いに行ったら、今の今は無理ですって言われて、できたらちょっと僕の YouTube 見てもらって、もしよかったら足行かせてくださいみたいな感じの今日だったんですけど、経営者の方も日本人の方で動画見て面白かったって言ってくれて、今日の撮影させてもらったって感じで、いい感じで撮影もさせてくれたし、最後もすごいすごい仲良くなれたんで、めちゃくちゃ良かったなって感じですね。本当に説明した通り25ドルで2ドリンクついて、追加料金みたいなのは一切ないらしいね。ほんですごい光景が広がってるんで、ハワイ来たら経験した方が絶対いいと思います。ぼったくり感とかはゼロですね。そういうのは絶対ないんで安心して遊べる。あとワイキキな、ど真ん中、ワイキキのど真ん中なんですけど、ここで飲むとしてもなんか一杯10ドルとか6、7、8、9、10ドルとか絶対するんですよ。それで普通に飲むって考えたら、ドリンク2杯ついてて25ドルやったら普通に安いと思う。だから行って2ドリンク飲んで、あの体験、あの経験ができるっていうのは行く価値があるんじゃないかなって心の底から思いました。もしね、男性だけで行くときね、ハワイなんで家族旅行とか新婚旅行とか、お父さんだけちょっと抜け出してとかっていうのはちょっと難しいかもしれへんけど、男同士でねもし行ったりするとき、このお店マジでおすすめっす。なん言うても男のロマンじゃないですか、アメリカストリップ。男のロマンみたいなところをね、ハワイで中心地ワイキキで体験できるっていうのはものすごくいいんじゃないかなって思ってます。なんで概要欄に貼ってるんで、ホームページ日本語で書いてるんで、ここで予約もできるんで、ワイキキの街並みとか歩いとったらチラシとかめっちゃあるんで、チラシに書いてね、夜の帝王みたいな、夜の帝王みたいな、俺何かなってずっと気になっとって、行ってみたらそんな感じだったから、ちょっと楽しかったな。普通に楽しかった、ワイワイしたい、普通にワイワイしたい、男同士でっていうような感じのところだったんで、ちょっとね撮影のために早く切り上げたんですよ。女の子もちょっとカメラがあったら踊りづらいみたいなところあったんで、音もうるさかったんで短い店内にはなってしまったんですけど、はい、ということでもうカメラね撮影だったんで、ちょっと急ピッチで急いで帰っちゃったんですけど、なんか再入場もできるらしくて、時間制限もなくて何回も行ったり来たりできるらしいねんか。だからこれ撮るためだけにちょっと今出てきたんですけど、撮影も終わったんでまた戻ります。